はい、こんにちは。三次郎です。えー、っと、ついに、ついに言うか、出ましたね。今日がね、えー、3月の22日ですね。えー、水曜日。もう、朝、朝にも9時にもうニュースになってますね。えー、だからもう皆さんご存知だと思うんですけど、はい、ちょっともう夕方になってしまってね、えー、今日はね、なんと大阪はもう25度とか言うてね、 何えらい暑いいうか、ぬくいいうかね、なんかもう、東京はもう桜咲いとるみたいなね、まあ、そんな日なんですけど、大阪も長い公園、なんか咲いてたような、まあ、木もせんこともないんですけど、はい、あの、ニュース、ニュースいうか、22日ね、予定通り、あの、大,か大まかいうんですかね、あの、2兆円強の物価高対策を決定ですね。 えー、追加の物価高対策というとです、ね、給付金ですね、ほ、まあ、他もいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと私の場合は給付金に絞ってお話しさせてもらうと、えー、2兆円強の物価高対策を決定と、低所得世帯に現金給付ということでニュースになってます。えー、ちょっと読みますね えー、政府は22日、物価高対策を話し合う、物価、物価賃金せい、あら、えらいとこうしてもらった、物価賃金、物価賃金、生活総合対策本部の会合思想官邸で開いたと、どのころ、どのころの,こうのて、まあえーまあ、決まったようですね。で、総理大臣は出席する予定だったが、ウクライナ訪問のための欠席と。 で官房長官が、えー、表明したとね、年度内に、えー、新型コロナウイルス対策と合わせ2兆円強の予備費を措置すると、5兆円言うとったんじゃないですかね、2兆円いうことですね、えー。追加策では地方創生臨時交付金に5000億円の低所得世帯支援枠を新たに設け、 住民税非課税世帯を想定して3万円を目安に支援すると。実際の支援策や単価などは自治体で決められるということですね。だからもう予定通りですね。あのー、もう基本3万円、住民税非課税世帯に基本3万円がこう、ベースで、あのー、詳しく決めるのは自治体が決めるということですね。 はい、だから、その住民税課税世帯じゃない、これね、アンジー社長、上手に言ってあったんですけど、この自治体がカスタムできることですね、自治体が、いや、うちはも,うもっといろんな人に配りたいから、5000円にしますねんとかね、うちはあのもう、もうめ,めっちゃ困窮してる人に絞るから、4枚にしますとかね、まあそういうふうに自治体でいろいろ決めるれるということですね。はい でこっちはもう確定ですわ、えー。低所得世帯の支援は国費で児童不養定手当を受けている低所得の一人親世帯や住民税非課税の子育て世帯を対象に子供一人当たりに5万円支給すると。だこれはもう確定みたいですね。はい。自治体もヘチマも関係なくもこれは決定みたいですわ。だから要は住民税非課税世帯、 世帯で子供二人いてますねん。しんどいんですねん。いう人は子供二人やから5万かける2で10万円。プラス、うまいこときればこの3万円ももらえると。13万円っていう、まあそういう計算ですね。はい。ということで、まあ予定通りですね。だからもう詳しいことはまた、 きな,いなんんかか決まるんですかねそっからまた自治体ってどうのこうのってほんでいつやねんちゅうことなんですけどそれもまたこれからねえもうまた自治体によってどうのこうのなんぼやねんもうねなんぼでいつやねんのも、まあ、これからの話になってくると思うんですけどはいとりあえずえー、まあこんな感じですねまあゼロ円 はないというまあ、3万円しょぼいや。なんかもっと下がる下がるとか色々あるんですけど、まあ、ゼロはないということですね。はい、そんなことです。はい、とりあえずあのまあ、今日のニュース出ましたんでね。あの報告させてもらいます。はい、いつもすみません。以上です。いつもおおきに失礼します。 チャンネル登録お願いします